どうもみなさん、ドクター視界選手 A2 のあかねです。DHYouTube で国士対策第30回ショート解説。今日も気合い入れてね、暑いけど頑張っていきましょう。まあ、こちらにね、トニーちゃんも映ってますように、まあ、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。じゃあ今日もね、いきますよ。さあ、今日はですね、午後の10番の問題でして、歯の形態異常、発育異常ですね、ここをいきます。 でこの問題パッと見覚えてれば絶対いいでしょと正当率結構高かったんじゃないって思われる問題だと思うんですけど意外とですね正当率伸びない問題だったんですね、まあ、受験生の多くがですねえ、支配の数が何とかとか癒着し融合死っていうのはバッチリ覚えてはいたんですけどいざこういうイラストでパーンって出るとあれどうだったかなっていうなかなか迷った問題というように記憶していますなのでね正当率はあんまり高くなかったんですよ80%とか90%じゃなくて、まあ、6割 5割、5、50%ぐらいだったんじゃないかなというような問題です。まあでもね、今回これで出ましたので、しっかりこのイラストでも出て、イラストで出ても回答できるようにね、準備しようねということで、一緒に今日はね、確認していきたいと思います。で、これはどうですかね、皆さん。現状として、まだ初育児女ととかって、コンプリート抑えてないところだと思うんですけど、ただ、まあ早々にね、時が来たら必ずコンプリートしなくてはいけないものたちですね。 で、これはですね、選択肢まず見ると、まあ、創生、癒着、勧入、括弧しないし、融合子、括弧融合子とあるんですけど、まあ、創生、癒着、融合、この3種類がですね、まあ、区別ができてるかできてないかっていうのが、まあ、ポイントになってくる問題ですね。まあ、C の勧入詞っていうのは、ちょっと種類が違うので、一つだけ仲間外れあるなというような感じはしますね。で、このイラストを見ますと、支配がまず2つあるよと、2つの支配があって、それが1個にまとまっちゃってる。 二つだったのが一つにまとまってしまって、で、一つの歯になっていると、仕上がっているということなんですね。だから、歯髄は一本だけ。だ元々は歯配は二つあったのに、それが一個になって歯髄も一つになって、もう一とまとめになっちゃってますよっていうのが、このイラストが示しているものなんですね。じゃあ、何かという前に、この問題のもう回答を出す前にですね、ぜひ、この歯の発育以上、形、ま、態、あ、以上の一覧をですね、一緒にここで、全部ひっくりめてまとめて確認していきます。 携帯以上の問題が出るときにですね、まずパッとカタカナたくさん多いんですよ。漢字とかカタカナのものがパパって出てきて、それがまず、前紙に交発するものなのか、小級肢に交発するものなのか、はたまた旧肢に、大級肢に交発するものなのか、まあ、かつね、入級肢なんかも含めるんですけど、それぞれどこに交発するのかっていうのを、まず押さえないといけないんですね。分けられるようにならないといけない。ってことなんで、まずそれひっくり返して、前肢に出てくる携帯異常を一緒にまず確認していきます。なんか出ますか 全身出てくるっていうと、まあ、あれらは全死だよねっていうのを、まずイメージングできるかできないかってところから始まるんですけど、まずこれ、イラストを見ますと、これどうですかパッと見て。まあ、摂氏だなーっていうのわかります。摂氏の抗外側から見た時の様子で、こう、さ、さ、2、3個ぐらいですね、突起がトトトッとある、突起があるような、全身部の子の皆さんの舌でね、触れるとこですよ。触ってみてください、今。はい。この舌で触れるところの突起が、 できてるよというこれ突起なんでねこれ極突起と言いますこれはもう前子の郊外側面ま絶、あ、側面に見られる突起です絶側面まあ、上額の前子が多いですかねじゃあ次いきますね次これどうでしょうかこれはもう真上から摂氏を丸真上から見た時の様子でもうまるでねシャベルで穴を掘ったかのように深めに溝がある状態溝がかなり深くまである でこれすごく深いと、滴、ま、い、あ、まで、臓器室、滴いまで行っちゃってるとかっていうこともあるようですよ。これ。はい。とこんだけ深いの、これなんて言うでしょうか。もう、これはこのままね、シャベルで穴を掘ったかのようなものなんで、シャベル摂取と言います。これまさしくシャベル摂取と,と、全身に後発ですね。で、もう一つがですね、斜石痕ってあります。お互い相互実習か何かで、斜こんの歯見たことあるんじゃないかなと思います。たまに斜こんの歯を持ってる方、いますね。で、次、次はですね、じゃあ、これはどうでしょうか。これ。 これパッと見てこれは賢治、まあのですね横から見た時の様子なんですが髄は普通にありますねだけどなんか内側にこう入り込んじゃってますねはい内側に何か入り込んじゃってるかなり内側までこうくにゅっとなんかこう入れ込んじゃってるようなものがありますこれすなわちと言いますこの入り込んじゃってるのがこれ猛虹なんですねでこの猛虹がですねもっと奥まで入り込んで この溝がすごい奥までで入り込んでもう滴髄までこう分裂されちゃうぐらいこの塗る場所が滴だと滴髄が本来は1本のところこの毛孔の,の元々もの,の貫入してるね入り込んでるところがもっと奥まで入り込んで滴髄も2つに分けちゃうでパッと X 線上で見ると歯の中に歯があるかのように見えてしまうとそれくらいまでもうこの溝がね中にまで入り込んじゃっている場合その場合はですねしないしこれ貫入しと言います。 猛攻がさらにこうひどくなったバージョンっていうのがまあしないし慣入しのイメージでいいと思いますそれから最後にもう一つ確認しておきたいのは前肢というと規定結節これがですねまあ上額の剣肢に後発するものとなってまして主にどの辺かっていうとこれイラストで見ますとまあ死刑部付近ですよね死刑部というよりか、まあ、死刑部付近に 出てくる結節ということで、これ気頂結節で誰に多いのというと、このイラストの通り上額の剣士に後発する結節ということです。まあまずですね、この全身出てくる形態以上まず一緒に抑えましょう。じゃあ次ですね、次小球腎に後発するものいます。これはですね、二つ小球腎といえばもう二つね覚えておければいいかなと思います。二つ目一つ目まず一つ目は中心結節。 これは意外と接種でも見られる。教科書によっては接種にも見られるっていうふうに書かれているものがあるので、ただ基本的に一番後発なのは小休止だよというので、まあ、頭に出ちゃっていいかなと思います。たまーに接種にも見られることはあるよということですね。あともう一つね、介在結節というのも、これもですね、これは上学第一小休止なんですね。ただこれ上学第一小休止後発なんですけど、第九誌にも出てくるよということがありますので、意外と 上学の第一小級者以外には見られないってことは一応ないということだけまあちょっと頭の片隅に入れといてもらってただ一番の後発は中心結節も介在結節も一番後発するのは小級士だよということで頭に入れて OK ですでこの介在結節はどんなものかといいますとこんな感じですねこれ上から小級士を見た様子でしてまあ、こんな感じで中心結節の大半は皇后の中心にある 工合面のそれこそ名前の通り、工合の中心にある結節があった場合は、あ、中心結節だなと、多分わかりやすく出してくれると思うので、工合の中心に結節があれば、中心結節かなと疑ってみてください。かつそれが昇級止の形であれば、もう100%中心結節ですね。ま、あ、ざい結節はですね、工合にある同じように結節ではあるんですが、まあ、工合の中心ではなくて、まあ、どっちかというとちょっと、ど、ね、 端っっこに寄ってるような感じあとはですね絶足面にも見られたりするので交互面には原曲してるわけではありませんただ、まあ、こんな感じで結節がねちょろんとついてるものがあります小球士の形でもう結節がついてたら海在結節かつその結節が中心にあれば中心結節だよということで中心結節と海在図結節これは小球士に後発なんだよということを頭に入れておきましょう では、最後、大級士ですね。大級士が結構ヘビーで、たくさんあるんですね。ただ、まあ、たくさんある分、それだけ出やすい部分でもありますので、ヘビーではあるんですけど、これらは大級士だよと、一緒に確認していきましょう。まず、有名どころで言うと、まあ、車掌車倉流線。感じしました。車窓流線。車窓流線ですね。これは、上学の第一大級士で、上学の第二入級士。第一大級士、ないしは第二入級士に後発しますよと。で、大級士については、上学なのか、下学なのか、 これどっちに後発なんだってことをまず区別していきたいなというところですね。なので、車窓流線て来ると基本的には上学だよと。大級士だけど上学だよと。そして、空べり結節これはもう代表ですよね。お互いの航空内でもしかしたらこれも出会ったことあるんじゃないかなと。空べり結節しかも国家試験、模擬試験で出てきたらかなりラッキーな問題なんで、これ絶対にね、早々に押さえておきたいものです。空べり結節と来れば、上学第一大級士の絶足面です。はい。上学第一大級士の絶足面。 このイラストはですね、上額の第一大級詞を、口を口わーって開けてる状態で、右上の、こういう感じで、この状態で見てる状態ですね。で、これは溝が絶足にあるので、絶足面。絶足の、近親絶足面。近親の絶足面に、まあ、結節がある場合。それはもう、空べり結節だと。空べり結節、これ絶対です。空べり結節は、上額の第一大級詞。そして、近親の絶足面にある結節だよと。 いうこ,とこれ絶対覚えておきたいところですえそれから定番とすると結節、まあ、これはね九肢と書いて後ろって書いてるので、まあ、一番後ろの九肢だなってことで、まあ、知死第三大九死に見られる結節ということで覚えておきましょうでここからが化学になりましてプロトスタイリットカタカナですねプロトスタイリットこれ化学ですで主に化学は化学なんですけどどういう結節かというと、まあ、近親の強側面に見られる結節だよとこれがプロトスタイリットです ですか科学で近親教則面に見られる結節これとくとプロトスタイリッドですそれからトイジョーコンこれがですねな漢字が意外と読めなかったよえこれなんて読むんですかっていうとこから始まったりもするんですけどこれ問いコンと言います問いコンは科学の第二大球史です問いコンは科学の第二大球史でどんな形かというとこんなのです確しくねこれですこれですもうコンが科学っていうとコンが本来二ンですよね二ンであるはずのコンが一個にンまとまっちゃってる こんな感じでもうくっついちゃってますよというのがこれ、統位条根。科学の第二大級詞に後発します。それから、科学の第二大級詞もう一つ、この根幹突起というのがありまして、まあ、そのとおり根幹の間にある突起。え、どういうのっていうと、これイラストでこんな感じですね。まあ、二根は普通にね、統位条根とは違って、普通に根はあるんですけど、まあ、その根と根の間に突起が出ちゃってるという。まあ、たがなんかこう、シュッとね、出ちゃったようなイメージですよね。これ根幹突起と言います。これが根幹突起。 そして最後にもう一つ化学の今度第一大球種に高圧するものがあってそれがドリオピテクスパターンと言いますドリオピテクスドリオピテクスですドリオピテクスといえば化学の第一大球種の光合面でどんな様子かというと光合面にあるこのここにねちょっと Y 字があるんですよこ,こ,こうこんな感じで Y 字化学の光合面に Y 字があればそれはドリオピテクスパターンだとドリオピテクスパターンイコール化学第一大球種の Y 字もうこれで覚えていってください ま、繰り返しにはなるんですけど、大九州の場合は、上額なのか、下額なのか、まあ、どっちに後発なのかっていうのを必ず押さえなくてはいけないということと、で、ここで、まあ、一応ここまでがね、この線の下が下額で、この線の上が上額なんですけど、下額と来ると基本的に、立ちつてと、とが入ります。プロ、ト、スタイリッドト、と異常根、根幹、突起、ドリオ、ピテクス、パターンというので、とが入ってくると、 基本的に科学に後発するんだよということでまず上枠と科学の区別をねえそういう風に覚えてもらうとまず頭にスーッと入りやすいかなと思いますで次にその他のところ今までのところはまあ、上学あ今までのところ前歯小級子、大級子、そしてまあ上学なのか科学なのかってとこであとその他のところでまとめていくとこの三つですねはい今回のこの過去問題問題に出てきたところで創生子、癒着子、融合子とあります この三つ、これをですね、必ず区別しておきまして、じゃ右側のものを読むと、二つの支配、二つ、支配は二つあるよ。で、それが死髄から一つにくっついちゃったよ。ということが言ってるのが一つ目。で、二つ目が、支配は二つある。で、歯根完成後に、セメント質だけで結合してる。これとこれの違いっていうのは、これはもう死髄から内側から結合してるのに対して、二つ目のものは、こう、セメント質だけ、まあ、外側だけでね、くっついてるよっていうのが二つ目のこと。 で最後この一番下は一つの支配が支配はもともと一つだけだったのがそれがそのうち分裂しちゃってそして不完全な二つの歯を作ると本来は一つ支配は一つの支配に一つの歯しか出来上がらないところをですね一つの支配が勝手に分裂しちゃって二つの不完全な歯を作ってしまったということがこれ三つ目のことなんですねで言うとはいまず創生子創生種というと双子ちゃんみたいなねもうそうという感じがありますように 二つですよ。一つの卵から二つできちゃった。二つになっちゃった。双子ちゃんになっちゃった。っていうイメージですから、これはもう三つ目。一つの支配が分裂して、不完全な二つの歯になったと。と勝手に双子になっちゃった。卵は一つしかなかったのに、二つになっちゃった。頭二つになっちゃった。っていうのがこれ、創生子なんですね。で、癒着死というと、癒着はもう、軽くくっついてる程度っていうのが癒着なので、外側でくっついてますみたいなのが癒着です。なので、これは、子根幹線後、セメント質だけで結合してるのは癒着。 で、もうセメント質だけじゃなくて、もっと内側、滴いからもうくっついちゃってますよっていうのが融合なんですね。だから融合と癒着で言うと、融合の方が内側からものすごいくっついてる感じ。癒着の方がもう外だけの付き合いみたいな感じが、これ癒着と融合の違いということになります。で、これをさらにですね、ちょっとイラストで確認しますと、はい。それぞれまた言えますかね、全部。どれが創生で、どれが融合で、どれが癒着か。これ全部言えますか一つの支配から、二つになんかなっちゃった。 支配は1個だったこれすなわち創生死一、ね、つの支配から頭が2つになっちゃったでもまあ不完全なわけです不完全不完全なので死髄、まあ、とかこう1個とかになったりしてるわけですねで今度は支配は2つあったでそれがこのこの部分だけでくっついてるさあこれはどうかというとこれ癒着死ですねこれ癒着死死髄はそれぞれ分かれています セメント質だけでくっついてる。これが癒着子ということですね。最後ですね、支配が2つあって、それがもう支随内側からくっついちゃってる。っていうとこれがですね、油合子ということになりますで。ここで1つ確認しておきたいのが、ま創生子と油合子ってパッと見似てますよね。これとこれ。パッと見同じですよね。まあ、これは支配が1つだったのが勝手に2つ頭作っちゃったっていうパターンで、 でこっちは2つ支配があったんだけど1つになっちゃったからずいは1つで頭2つってことでパッと見同じなんですよ。ずい1つで頭2つっていうパッと見同じ。でこれをどう識別するかというとどこれは創生なのかこれが融合値なのかっていうのを判別する方法とするとそれはもう歯の数でで、ね、判断すするしかないんですよもともと支配の状況を知ってれば分かるんですけど。 ただ、この状況もでき、終わってる状態ね、創生子になって、融合子になってるそのものの状態を見たら、どっちが創生か融合か分かんないんですけど、ただ、全体の歯の数を数えてもらうと分かるんですね。なぜなら、これ創生子の場合、一つの歯だったのに、それが二つ、二本分の歯になっちゃってるので、まあ、過剰になってるはずですよね。歯の数が増えてるわけですよね。本来ある歯と本来は、支配で一つで一本の歯しかないので、一本なんですけど、 こっちについては変わんないですよね。支配が2つあったら当然頭2つだから、支配2つで頭2つっていうので数合ってるんですけど、これ支配が1つで頭が2つだから増えちゃってるんですよね。支配の数と合ってないと。つまり本来ある死列の死数、歯の数と合ってないんですよ。1本増えちゃってるんですね。ってことで過剰なものがあれば、歯が1本多いね、と過剰者あるね、という状態になった場合、それは創生死ということで判断できるんですね。 まあ通常通りの歯の数であればあこれはくっついちゃったんだな融合子だなっていうふうに判断できるよということでこの2つの区分けの仕方は、まはあ、歯の数全体の歯の数を数えて過剰子があるかえないしはもうその通りの歯なのかってことで区分けるということになりますじゃあ最後ですね今回の問題もう一度確認してみますと歯の形態以上ですよさあこれは支配が2つあってそれがくっついて詞髄ごとくっついて1つになってる。 まあ頭自体はねギリで2つあるんですけどただもう完全にくっついちゃってるのではいこれすなわちとということになります、まあパッと見て悩むとするとこれがちょっと1本の歯になってる感がすごいのでゆえになんか1本の歯がこれって融合というか本当に1つの歯になっちゃってるじゃんみたいなねえ感じになって融合っていうのが選べない人が多かったんですけどただもうこれは2つの支配が 一つになってるから、それはもう融合ということになります。他のものとは全く概念が違いますしね。癒着の場合だったらもう癒着どころじゃないし、で創生子だったらこれは一本の一つの支配が分裂して起きているものなんで、支配が元々二つが一つになってるって時点で創生の概念、創生子の概念じゃないわけですね。で C の関入 え、とかっていうのは全く例外なわけで、A、B、d のどれかなっていうところから選んでいくと、二つの支配が一つにまとまってるから、これすなわち融合しということになります。まあ今日もなかなか覚えるところがいっぱいだと思うんですけど、まあ早々にね、コツ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 頭に入れていくと絶対に強いです。それでは今日はこの辺で、Apple Store でスタービー DH 検索